広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式にあたり、原子爆弾の犠牲となった、なられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお、原子爆弾の後遺症に苦しまれている方々に、心よりお見舞いを申し上げます。66年前、ここ広島を襲った核兵器の惨禍を、人類は決して忘れてはならず、二度と繰り返してはなりません。私は日本国政府を代表し、唯一の戦争被爆国として、究極的な核兵器廃絶と、世界恒久平和の実現に向け、日本国憲法を遵守し、非核三原則を堅持することを誓います。我が国は核兵器のない世界の実現に向け、国際社会の先頭に立って取り組むと強く決意し、それを実践してきました。昨年、我が国が国連総会に提出した核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動と題する決議案は、米国を含む過去最多の90カ国が共同提案国に加わり、圧倒的な多数で採択されました。また、昨年の核不拡散条約 NPT 運用検討会議で得た合意を着実に実施するため、核兵器を持たない国々の地域横断的なグループである核軍縮不拡散イニシアチブ NPDI を立ち上げました。こうした志を共有する国々との活動などを通じて、核軍縮不拡散分野における国際的な議論を主導しています。核兵器の悲惨な実態を将来の世代に語り継いでいくことは、我が国が世界に果たすべき歴史的な役割です。昨年、この式典で私は非核特使の派遣を提唱しました。本日までに広島で被爆された延べ17名の方々が、地球一周証言の航海に参加されるなど、世界各地で核兵器の悲惨さや平和の大切さを発信していただきました。非核特使の皆様の献身的なご協力に感謝を申し上げます。また、被爆者の方々の協力を得て、被爆証言を外国語に翻訳し、世界各国に紹介する取り組みも始めました。核軍縮の機運を高めていく上で、市民の皆様の熱意と関心は欠かすことができません。皆様と共に核軍縮、不拡散教育に関する活動を世界に広げてまいります。原子爆弾の後遺症により、現在も苦しんでいる方々がおられます。政府は、これまで、保健、医療、及び福祉にわたる総合的な援護策を講じてきました。原爆症の認定を待っておられる方々を、一日でも早く認定できるよう、最善を尽くします。認定制度のあり方については、昨年12月から、有識者や被爆者団体等の関係者にご参加いただき、検討会を開催しています。今後とも、高齢化の進む被爆者の方々の声にしっかりと耳を傾けながら、被爆者の方々の援護に、誠心誠意取り組んでまいります。本年3月11日に発生した、
東日本大震災は、東京電力福島原子力発電所に極めて深刻な打撃を与えました。これにより発生した大規模かつ長期にわたる原発事故は、放射性物質の放出を引き起こし、我が国はもとより世界各国に大きな不安を与えました。政府はこの未曽有の事態を重く受け止め、事故の早期収束と健康被害の防止に向け、あらゆる方策を講じてまいりました。ここ広島からも、広島県や広島市、広島大学の関係者による放射線の測定や被爆医療チームの派遣などの支援をいただきました。そうした結果、事態は着実に安定してきています。しかし今なお多くの課題が残されており、今後とも全力を挙げて取り組んでまいります。そして我が国のエネルギー政策についても白紙からの見直しを進めています。私は原子力についてはこれまでの安全神話を深く反省し、事故原因の徹底的な検証と安全性確保のための抜本対策を講じるとともに、原発への依存度を引き下げ、原発に依存しない社会を目指してまいります。今回の事故を人類にとっての新たな教訓と受け止め、そこから学んだことを世界の人々や将来の世代に伝えていくこと、それが我々の責務であると考えています。結びに、原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福と、被爆された方々並びにご遺族の皆様の今後のご多幸を心からお祈りし、合わせて参列者並びに広島市民の皆様のご健勝を祈念申し上げます。核兵器による惨禍が二度と繰り返されることのないよう、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に全力で取り組んでいくことを改めてお誓いを申し上げ、私の挨拶といたします。平成23年8月6日、内閣総理大臣、菅直人。広島県知事